100万円を1日で使えと言われたら何に使えますか？使い切ってください。むずいなぁ。なんだろう、貯金なしね。20万円分のトイレットペーパーと30万円分のティッシュペーパーと40万円分のスタバのカード買います。あ、待って、あと10万か。うーん、どうしようかなぁ。あー、ホストとか行ったことないんで使ってみたいと思います。あまり人に聞けないので教えてください。マリカさんは今現在貯金はいくらありますか？また目標金額はいくらですか？今ぶっちゃけ貯金は20万あります。めっちゃ少ないんですけど、とりあえず100万円貯金目指してます。老後とか心配なんで、だいたい毎月5万円ぐらい貯めてます。頑張るようにしてます。下着の盗難にあったことはありますか？これはあります。私一人暮らしが長いんですけれども、この前、つい本当にこの前、初めて私のブラジャーが盗まれました。いつも行きつけのコインランドリーがあるんですけれども、そこで洗濯を普通に終えて、で乾燥を押してマックに行ったんですね。帰ってきたら私のところの乾燥のドアが開けられてて、あれ？と思って、で見るじゃないですか。その時は OK だなと思ったんですけど、そこで台のところでこう洗濯物を全部畳んで靴下とかもこう丸めるみたいな作業してたら、私のお気に入りの水色のパンツが2枚ないんですよ。え？と思って、キョロキョロって見かけたけど、別にもう人もいなくなっちゃったし、でもなんとなくですけど、ちょっと若めのお兄さんが一緒にいたんで、それ以外ありえないなって思うんですよね。超ショックです。その下着好きだったんで、なんか元彼から買ってもらったっていう結構思い出が染みついちゃったパンツだったんですけど、残念です。